どうも、どないぎまもずです、えー。僕もね、YouTube 始めまして、もう5年目に突入したわけなんですけど、なんとね、もうチャンネル登録者数がね、3630人ですよ。すごくないっすかもう3630人の人がね、僕の魅力に気づいているということで、もうね、あのトップ YouTuber の背中がね、見えてきたんじゃないかなっていうふうに思っていて、もう大尊敬する水溜りボンドさん、あのー、 僕の大学のお笑いサークルの先輩の水溜りボンドさんのね登録者まであと401万6000人まで迫ってきましたということでね、まあ、のトップユーチューバーになってくると何がね新しい問題として出てくるのかって言ったらまあねファンに街中で話しかけられるってことめちゃくちゃあると思うんですよなんですけど僕まだ恥ずかしながらそういう経験がないのであのファンに話しかけられた時の練習をねしようかなというふうに思います えあ僕ですかはいああどないやももって名前で YouTube はい確かに僕投稿してますけどえあ君よく見てくれてるんだあ登録してるえー、あありがとうありがとういや嬉しいなうん握手全然いいっすよ全然うんえー、あ大学生なの君あああもう結構大学のクラスとかサークルでも流行ってるんだへえあよく大学の中身庭で放牧してる人結構いるんだ あの僕のあの放牧って動画あれやっぱね面白いよねあれうんやっぱりみんなの心に刺さるもんなあれなうんえあ全然いいよ全然いつでもうんね大喜利動画全然いつでも出してあげるからうんぜぜひね僕のツイッターやってるんだけどあもちろんフォローしてくれてるかあの DM 開放してるからさ何かいつでも何日とか大喜利やりたいんですけどって言ったら一緒にやろうねうんじゃああありがとうねこれからもよろしくね えあ僕ですかあはいあのドナイ山本って名前で YouTube やってますけどあー見てくれてるんだああありがとうございますはいえーあもう今やねもうなんかコムドットとか言ってる人もうちょっと時代遅れで今ドナイ山本ですもんねはいああもうよくなんか女子会とかでもなんかよく僕の動画とか流してるんだ やっぱりね、まあ、確かに若い女の子の心に響くような動画たくさん投稿してるもんね。え、ちなみに、どういう動画が今女の子の中で人気なのあ、あの、自己肯定感向上セミナーってやつか。あれね、やっぱさ、今の若い女の子さ、自分に自信ない子多いじゃん。やっぱそういう子のために、そういう子に救われればいいなって思って、あれ作ったんよ。ああ、よかったよかった。えいや、<laughs> LINE 交換してくださいって話そういうのはさなんかちょっと良くないじゃんなんかファンとねファンと、あのー、スターがさなん LINE 交換したらなんかちょっと怖いじゃん今の時代、ね、なんかガ,ガーシーチャンネルとかに暴露されちゃうかもしれないからちょっとそういうのはねちょっと一線引いてるんだよ、うん、悪いけどそういうのはちょっと一線引いてるからうんぜひ Twitter、ねね、もちろんフォローしてくれてると思うんだけどうんありがとうねなんか <laughs> よかったらみんなにさなんか布教してってよこの僕の動画あ布教するまでもないか。<laughs> そうだね、もう人だも人ん、ねうん、あじゃあちょっとごめんこの後ちょっと忙しいからちょっとごめんねあはいああれ浜辺美波さんですよねはいいやあのどないやも本さんですよねってそうですけど浜辺美波さんですよねえー、あっ見てくれてるんですか僕の動画のことええー、いやいやファンですって言われてもいやそんなそんな僕もねファンなんでああじゃあ お互い見てたんですね、これ。あ、お互い見合ってたっていう。あ、そうし愛だったんだ。あー、はいはいはい。あもう、じゃ、じゃあぜひなんか今度ね、あの、コラボとかしましょうよ、ぜひ。出てくださいよ。ね、何でも、何でもね、するんで、はい。いやー、すいません。なんかこれからも応援してるんで。いや、応援してますかそんな。こ、こっちのセリフなんで、はい。すいませんね。ありがとうございます。あ、あ、ちょっと待ってください。あの、ラ,ライン交換しませんかよかったら、あの、ライン、うん。 あ全然あの大丈夫なんであの言わなきゃうん LINE 後で QR あの Q R Q R? あ,あじゃあ,あの僕 TwitterDM しとくんでお願いしますはいあはいあ僕ですかいやもとはい確かに、はい、そうですけど、はい、え私こういうものですってあウームの社員さんウームの社員さんなんですねあああぜひ所属してほしいああ いやー、それね。なんか、事務所とか興味ないんすよね。うん。すいません。なんか、やっぱね、なんか、事務所とか入ったらさ、なんか、めんどくさいでしょ。なんか、イベントとか出たりさ。なんか、僕、そういうんじゃなくて、そういうのに頼んなくても、なんか、一人で全然やってくるだけのポテンシャルあるんで、ちょっと、すいなんか、あの、いや、ウームさんもちろんいい事務所だと思うんですけど、ちょっと僕には必要ないかなって思うんで、はい。あ、でもなんか、ぜひね、またなんか、そのウームのね、 なんかもし、ね、なんか水溜りボンドとかがなんか全然コラボしたいっていうんだったら、その時は考えますけど、はい。なんで、あぜひともね、あ今後とも <laughs>、動画見ていただけたらなと思うんで、はい。あ、はい。あ、僕ですかあ、僕、どない山本、確かに、はい、そうですね、YouTube やってますけど、あ、あ、岸田総理大臣ですか あ、岸田総理大臣あ、いや、ご苦労様ですな。な、何やってんですかこんなね、歌舞伎町で。何やってんですか岸田総理大臣。はい。あ、いつも見てくれてる。いや、その恐れ多いです。なんか本当。時の総理大臣に見てもらうのちょっと恐れ多いんですけど。いや、いや、ぜひ総理大臣変わってほしいって言われても、なんか、ちょっと総理大臣ってそういうもんじゃないと思うんですよ。なんで、ちょっとね、あのー、やっぱあのね、 政治は政治のプロがやるべきで僕は YouTube のプロなんでね、まあ、YouTube の第一人者としてやってるわけなんですけど、まあ、それぞれね、あの違う分野の、ね、トップとしてこれからも、ね、お互い頑張れたらなと思うんで、まあね、全然なんか内閣が何かやる時のイメージキャラクターとかだったら全然やるんで <laughs> すいませんね、うん、頑張ってね。はい、というわけでねやっぱりあの僕ももう登録者が3630人もいるんで。 やっぱりね、あの、スターとしての自覚をね、持ってないとね、ちょっとダメかなっていうふうに思うんで、まあ、このようなね、シミュレーションを毎日ね、えー、寝る前にして、いつ話しかけられてもいいようにね、まあ、僕は準備してるんで、まあ、みんな、今までね、恥ずかしがって話しかけてきてないと思うんですよ。ぜひとも、街中で見かけたらね、遠慮なく、お願いします。